として見た時に連続性が欠けた部分を指し祖先群と子孫群の間にいるであろう進化の中間期にあたる生物化石が見つかっていない状況を指す後失われたカントもチャールズダーウィンの進化論によると生物が自然淘汰の生存競争を勝ち残るために時に変異を遂げて A 種 B 種 C 種と徐々に進化したのであれば祖先 A と 子孫 C の中間的な特徴を持つ B 生物も世の中にいて当然と考えられる。しかし、そうした進化の中間期にあたる B 生物が化石からも発見されていないケースが見られる。これは進化の過程をつなぐ感が失われている状態ではないかという意味合いから後年になってミッシングリンクと呼ばれるようになった。別パターンとして、 子孫 C 生物は確認されているが、以前の子孫が、どのような形態であったのかが不明なケースもある。なお、ダーウィン自身はこの言葉を使っておらず、著書、種の起源の中では、中間種や、異行期のつながりという表現をしていた。ミッシングリンクは、種と種の間をつなぐ、小さな異行よりも、やや大きい群の間での化海鉱期や、 分岐点となる生物について言及されることが多く、過去に発見された例では、爬虫類と蝶類の中間種といえる始祖鳥が有名である。これ以外にも、進化中間期の化石生物は、様々見つかっていることから、ミッシングリンクは、進化における謎の感激ではなく、単に進化中間期の化石証拠がまだ見つかっていない状況を示している。 中間型化石が発見され、ミッシングリンクが埋められていく、様子古生物を扱う分野において、ミッシングリンクとは、進化の途上に位置する、発見されていない、中間系の化石のことを指す。ただし、学術用語ではない。学術的には、未発見の中間型化石などと呼ぶ。通常、古生物の化石は、 進化過程のうちの一部分しか発見されず、象や馬のように各進化段階で多くの化石が発見され、進化の様子がはっきりしているものは例外的である。生息した時代が古い種は化石が発見されにくく、ミッシングリンクになりやすい。一方クジラやコウモリのように比較的時代が新しい種でも、 その属する綱の基本型から大きく外れた形態のものは両者をつなぐ中間的な形の化石がほとんど出ずミッシングリンクを生じる例が多い。これは往々にして進化論の疑問点ないし急所として反進化論者の攻撃対象になる。それに対する一つの反論は陸生生物が水生生活や飛翔生活に適応するなどの大きな進化は 地理的条件などによって隔離された比較的小さな集団内で起こり、新しい適応的連携室も短期間で集団全体に広がる。そのため、変化した系統と元になった系統の接点となる種の化石は個体数、生息した地域、時期が限定されるので発見されにくいというものである。ある生物の中間型化石が見つかっていないから、 またある生物の断片的な中間型化石がいくつか見つかったからという理由で進化論全体の妥当性を判断することはできない。進化論の証拠物件の一つである中間型化石も他の分野の科学の証拠物件と同様科学的方法で扱われるべきである。人類は類人猿の中から500から600万年前に分岐して 直立二足歩行するように進化したと考えられている系統であるが分岐の直後については化石証拠が乏しくミッシングリンクとされているまたどのような環境に適応して進化のとについたのかも諸説あり結論を得るには至っていないダーウィンが進化論を発表した1859年当時は進化の過程を裏付ける猿と人類の間の 中間種の化石が発見されていなかった。ダーウィンは1871年に発表した著書の中で将来必ず人と猿を結ぶミッシングリンクが発見されるに違いないと述べており、その後の発掘調査によってエンジン、ジャワ原人やペキン人、ネアンデルタール人クロマニオン人などの化石人類が発見されている。20世紀末には 分子生物学の進歩により、人類は500から600万年前頃に、チンパンジーの祖先と分岐した可能性が示唆されており、またこの時期に近い時代のものと推定されるオロリン、サヘラントロープスなどの化石も発掘されている。ありがとうございます。